天満の西山さん。アリス。アリス。今日自然車とこっちから行きます。普段こっちからですからね。ラーメン西山の天気予報4月20日。アリス。アリス。じゃあ最近の空見ましょうか。どんな感じですか。曇ってます。曇ってますね。今朝の5時過ぎぐらいですね。5時過ぎでだいぶ明るくなったと思いません？はい。なんかもう明るいですよね。明るいですね。まあ、暗かったんですよね。はい。最近の顔いいと思います。アリス。4月20日。最高気温が22度。最低気温が17度だったんですね。で、曇りのち晴れって感じです。今日なんか暇でしたね、夜。めちゃめちゃ暇でしたね。なんか、木更津人誰もいないのかなぐらいですよね。はい。本当誰もいなかったですよね。で、その前の日は結構忙しかったんですよ。うん、で、今日は、全くですよね。もう、7組ぐらいしか来てません、夜だけで。そうですよね。はい。やばいですよね。やばいっす。佐々木君、今日、楽して儲けましたね。言い方っす。言い方っすか。そうです。もう、どうなったんですか、木更津。今日はみんな家にいたんじゃないですかね。昨日がこの前日が忙しかったから暇だったんですかね。多分前日みんな飲んでたんじゃないですか。そうなんですかね。ちょうど忙しい忙しいって感じしてくれるのがちょうどいいんですかね。ああ。パーって暇になったってちょっと怖いですよねなんか。はい。でもうゴールデンウィークの手前でしょ。はい。そういうのがあるかもしれないですよね。はい。やれることはやらないとやるしかないし。じゃあラーメン西山天気予報でした。アリス。